スーちゃんの泣き枕が欲しい。なんかさ、でもいつか出しそうですよね、Vスポも。Vスポ抱き枕みたいなの。出るのかな？スミレがさ、マジでお花畑なのかもしれないけどさ、なんか VTuber の抱き枕ってなんかちょっと、な感じしない？ね。抱き枕のグッズってさ、だいたい全部、じゃない？なんかそういう、そういうイラストだよね、全部。そうじゃん、どうすんの、抱き枕とか出してさ、リスナーさんがさムラムラしちゃったら。変なスミレ枕くれ。横島な目で見すぎじゃない、服がはだけているだけだよ。お前アウトだろ。まあ、アウトだって、そんな目で見れないから安心して。嘘、そんな目で見れない、魅力がないってことですか。なんで、なんでダメなの。可愛さはあっても色気はない。くっくっくそくそくそ、悔しい。なんか別に、別になんか、なんかエロい目で見られたいわけじゃないけど、なんか謎の敗北感を感じました今。悔しい、なんで悔しい。なんかそんなことないよ、そこは求めてない。そう、なんか敗北した気分だわ、なんか悔しいな。スミレ、エロい、うるさい、うるさい、なんだお前。気難しすぎるこの女。気難しい、加賀スミレは。どっちやねん。情緒終わってるわ、スミレの。スーちゃんのエッチは、リスナーのエッチ、お前らの方がエロいだろ絶対。あのリビングなのであんまりエロいとか言わないでもらっていいですか。エロい、よし、一かけ潰したわこれで。一かけこれで潰れてしまったらちょっとどんな気持ちいい。終わった。かわいそうに、ね。